梅雨の6月を前に早くも大雨の影が。気象庁は明日から始まる予定だった新しい線状降水帯予測を前倒しで今日から始める異例の判断を下しました。高まる雨への警戒。こう引き付けられると考えると本当に怖いですね。恐怖を感じます。記者が体験する1時間130ミリの猛烈な雨とは、甚大な災害を引き起こすきっかけとなる線状降水帯。予測情報など大雨時の避難について梅雨入りを前に考えます。町が茶色一色、土の色で埋め尽くされています。どれだけの家が流されて、広島土砂災害から今年で10年。この山の周りで約170箇所の渓流で土砂が流れています。で、この山全体で流れた土砂が50万立方メートル、50万立方メートルです。安佐南区八木で昨日およそ40人が参加した見学会がありました。町の復興へ建てられた巨大な砂防ダム、今も残る災害の痕跡。雨の量って言ったら本当感じたことがない怖さでしたね。今までの経験からすれば5分10分でそのうち小やみになるだろうなって思ってたのが、何が何が30分経っても40分経っても一緒なんですよ。2014年8月20日未明、町が茶色一色、土の色で埋め尽くされています。どれだけの家が流されたのか、どれだけの家が被害を受けたのか、あるいはこの辺りは無傷の家を探す方が難しいような状況です。広島市北部で降り続いた雨は大規模な土砂崩れや土石流を引き起こし、77人の命を奪いました。雨雲レーダーでは激しい雨を示す赤色が帯状に停滞していたことが分かります。この時発生したのが線状降水帯です。線状降水帯は次々と発生する発達した積乱雲が列のようになり、数時間にわたって同じ場所に停滞することで記録的な大雨を引き起こします。2018年7月県内で153人が亡くなった西日本豪雨。気象庁によりますと、各地で大きな土砂災害が起きた7月6日の夕方から夜にかけて、線状降水帯が県内を通過していました。2020年7月の熊本豪雨でも線状降水帯が発生し、3時間で200ミリを超える顕著な大雨となりました。災害の危険度が急激に高まる線状降水帯、一体どのような大雨なのでしょうか。1時間に130ミリの雨です。雨の圧力といいますか、傘にすごく力がかかっています。ずっと打ち付けられると考えると本当に怖いですね。恐怖を感じます。記者が体験したのは10年前の広島土砂災害で県の雨量計によって計測された1時間130ミリの猛烈な雨です。この状況では近くの人から話しかけられても、すいません、もう雨音で全く今聞こえないです。肩に打ちつける雨音がすごく大きくて、このレベルになるともう1メートル先の人との会話はできないぐらいです。少し恐怖を覚えたと思います。そういう状況になる前に気象庁や地方自治体が出される防災情報をですね、注視して事前にですね、早めの避難をしていただければ。昨日八木の被災地で講演した広島地方気象台長の徳弘さんは、広島県と
今日変わった線状降水帯の予測情報について説明しました。広島県ではというふうな形で絞って情報提供させていただきます。より自分ごと感じていただいてですね、一段と経過を高める心がけしていただく。気象庁は2022年6月から線状降水帯が発生する可能性がある場合、半日前を目安に予測情報を発表し注意を呼びかけています。全国を11ブロックに分けて警戒を呼びかけてきましたが、今日からは広島県ではなどと府県単位に絞り込んだより細かい発表に変わります。防災行動をより強く促すのが狙いで、線状降水帯が発生する見逃しを3回に2回程度から2回に1回程度に減らせるということです。広島の土砂災害で線状降水帯が一躍、その社会的に知られるようになったということですね。ぜひ活用して、避難の判断の材料としていただければありがたいかなと思います。まもなく迎える梅雨シーズン、気象や防災情報に耳を傾けることが命を守る鍵となります。それではまず線状降水帯の発生源メカニズムから説明していきます。このように次々と積乱雲が発達して、そして風下へと風によってこの積乱雲が流れていて、このように帯状に活発な雨雲が並んで同じような場所で大雨が続く、それが線状降水帯なんです。この線状降水帯が発生するとどういった状況になるのか、警戒レベルとともに説明していきます。警戒レベルというのは1から5までの5段階ありまして、線状降水帯が発生するとこの警戒レベル4や5相当以上になると言われています。警戒レベル4というのは該当地域全員が避難するすべき状況になるということです。災害の危険性が高まっているということで、警戒レベル5になるともうすでに災害が発生している、切迫している、そのような状況となります。なので線状降水帯が発生したと言われるともう危険がかなり高まっているという状況なんです。そしてその線状降水帯が発生する恐れがある場合に、前日の半日前にですね、線状降水帯の予測情報を発表します。それが昨日までは広島県だと中国地方として発表されていたのですが、今日から運用が変わりまして、広島県という県単位で運用されました。実際に今日ですね、宮崎県や鹿児島県でもう線状降水帯の予測情報が発表されています。そして2029年には市町村で発表できるようにというふうに目指していくということです。つまり振り返っていきますと、この線状降水帯の予測情報が発表された場合はですね、警戒レベル4以上、避難が必要になるという状況になるかもしれないという予測情報ですので、発表された場合はですね、雨への備えが必要となります。そして県単位で発表されることでより具体的な情報を伝えていきますので、皆さんもですね、その情報を聞き取って避難行動を取るようにしてください。